はい、ではこちらのコンストラクションに花束を作っていきたいと思います。まず最初にカラーをね持ちます。カラーはまずこの間ですね、この間隙間があるんですね。この中にこうカラーを通して、これねまだ全然この時点では実は止まらないんです。止まらないんで少しこう押さえながらで、こう長くするカラーは少しこうラインをね曲げてラインを作っておいてこれをこう添える。ただまだこのカラーだけではこのコンストラクション止まらないんで少しこう親指とかで押さえながら、花を入れ込んでいきます。ちょっとねそのあたりのテクニックが今回の花束難しいと思うんですよね。でもこうやってねできないことはないんでぜひやってみてください。何事もねトライすることが大事です。ぜひやってみてください。はい、このニューサイランにこうカラーがね入りました。まだこのカラーこの時点ではカラーじゃないニューサイランのこのコンストラクションが全然安定してないんです。なので次にこのねラナンキュラスを入れて少し安定させていきます。ラナンキュラスを入れていきます。ラナンキュラスはこの真ん中の部分にこう入れたり、あとはこの真ん中ここの間ニューサイランのコンストラクションの真ん中に隙間が空いてるんですが、そこにこう刺して、このコンストラクション自体をこう止めていくんですね。この位置にこのように入れていきます。で2色ね、今回ラナンキュラス2色こう入れ込んでいきます。ここの色の配分は、程よくねこううまくいくような感じで入れてください、半々に入れていくとなんか両方とも喧嘩し始めるんで、どっちか多めどっちか少なめぐらいで3分の2と3分の1ぐらいにやっていくといいと思います。はい、このホールの部分のラナンキュラスが入りました。はい、ではこちらにこのビバーナムティナスを入れていきます。ビバーナムは少しこう茎が硬いんですよね。だからこの最初に作ったこうニューサイランのコンストラクションなんかをこう長いビバーナムでここで葉っぱの間に挟んで、こう持ってくるとこのコンストラクションをね支える力にもなります。なのでこういう枝物で最初に作ったこのコンストラクションをヘルプっていうか装飾的に見せてるコンストラクションなんですけど、これを止めていきます。こういう枝でフレームをこう止めるんですね。これ結構ポイントなんでぜひ覚えておいてください。はい、こちらビバーナムティナスがね入りました。ビバーナムはここの長い部分もあとこの短い部分もね入れ替えます。ぜひこの入れ方をねよく見ててくださいね。では次に、こちらのブルースターをねこの前のこの部分に入れていきます。このブルースターはねこう茎を切ると白いこう液が出てきますね。これに手がつくと痒くなるので先にねこう少しこう切った部分を脱脂綿とかで拭いとくと、ティッシュでもいいんで一度拭くとこうな次は出にくいですから、そういう風にして処理をしてから花束を作ると手が痒くならないです。ぜひやってみてください。でこのままブルースターを入れていきます。こちらブルースターが入りました。見えますか、ここブルースター入ってますね。ブルースターが入りました。次にこちらエレンジウムのスーパーノバですね、これを入れていきます。これはもうこういうね周りですね、あと真ん中のこの辺りのポイントにも入れていきましょう。
こういうような感じで入れていきます。反対側にも入れていきます。で反対側に入れるときは花束を必ずこう回してね、回してこちら側に入れる、こちら側に花を入れたい側を持ってきて入れていきます。そうするとこう容易にね入ってきます。手ないと裏側のここの部分って一番花束ではお花が入りづらいです。なので回して回して前こっち入れる、でこっち入れる、で回してここに入れる、そういう習慣をつけていきましょう。次に赤いラナンキュラスを花束に入れていきます。結構ねこうラナンキュラスはポイントになっていきます。なのでこう入れる場所にね注意しましょうね。はい、こちらで赤いラナンキュラスがね入りました。見えますか、こういうところラナンキュラス入ってますよね。赤いラナンキュラスが入りました。では次にこのリキュウソウを入れていきます。リキュウソウはねこう少しこう葉っぱを間引いて、下の方は特にね葉っぱを全部間引いてしまいます。で上の方も少しこう余分な葉っぱを間引いて、こうもう完全にラインとして入れていきます。こういうようなラインとして入れていきます。リキュウソウが入りました。このリキュウソウを入れることによってこのアクセントラインがね、見えますかね、アクセントラインがこう入って花束に全体に動きが出てますよね。このあたりがポイントになってきます。はい、ではね次にこのレースフラワーを花束に入れていきます。こういう風にレースフラワーを入れていきます。レースフラワーが入りました。これでね花束完成となります。ではね結束してみます。結束が終わりました。今回はですね器をこの竹のこの器に入れて完成にしたいと思います。ではですねこの竹に入れた姿をご覧ください。どうぞ。こちらの花束はいかがだったでしょうか。僕は好きです。ホワイトデーだから、まあ、日本だとほぼほぼ男性から女性だから僕からねこのフラワー TV を見てるあなたにプレゼントするような形になるんでしょうけれども、僕まあ先にも言いましたけどこう女子から男子でもいいわけじゃないですか、ホワイトデーね。別に僕もらったらすごく感動すると思います。こういうかっこいい花束大好きです。ぜひぜひ贈り物にいかがでしょうか。ちょっとこう宇宙戦艦ヤマトっぽいなとも思ってるんですけど、まあかっこいいです。ではですねまた来月号の How to do がプロキスオンラインでもお会いしましょう。フラワー TV もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 また完璧では右端こりダンスで終わります。どうぞ。Yeah.
一人を超えてゆけ。はい、皆様、フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。よろしくお願いいたします。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。